Windows t e r ターミナルはマイクロソフトによって開発中の Windows 10向けの端末エミュレータである。MIT ライセンスの下で公開されており、コマンドプロンプト、パワーシェル、WSL 及び SSH に対応している。GitHub においてソースコードが公開された後、2019年6月21日にマイクロソフトストアにおいてプレビュー版が公開された。マイクロソフトは コマンドラインインターフェース向けの新しい、東幅はフォントとして、カスカディアコードを公開した。このフォントには、プログラミングのための工事が含まれており、Windows Terminal コンソールアプリケーション、Visual Studio や、Visual Studio Code のようなソースコードエディタの、ルックフィールを向上させるように設計されている。このフォントは2019年5月に、Windows Terminal と同時に発表され、 同年9月にオフル1.1の下で公開されたオープンソースのフォントであり、ソースコードは GitHub で公開されている。マイクロソフトによると、このフォントは将来の Windows Terminal のリリースで同梱される予定である。ありがとうございます。